じゃあ最後のテーマになると思いますけれども、日本音楽の今の状態とその将来、まあ、伝統の将来ですね。日本音楽はちょっと大変な状態だと皆さん言われますけど、ええ、学習者の人数が減ったりして、将来性本当に危ないという声をたくさん聞きますけど、先生はどういうふうに思いますか？私もそう思いますね。それから、まあ、舞台がいっぱいあるところは割と伝統がいいんですけど、一番難しいのは三曲じゃないでしょうかね。こと地唄奏曲じゃないでしょうか。平家は一番難しいかもしれないですけど。平家一番難しいです。平家ですね。はい、伝承がね。そうですね。で日常的にあのやってるんだったらいいと思いますけど、照明なんかはねまだその場所があるわけですから。で議題はまあ一応文楽座がやってますよ。で文句言い出したらそれはキリがないですよね。だから聞いててやっぱり非常にこう文句が多くなっちゃうんです僕は。つまり前ほど上手じゃないじゃないから、あいつのあそこの音もうこっちまで上がった方がいいねとかついこう思っちゃうんですよ。人間国宝に対してもね、あれ来てないとか、これなんとかとついこう思うから、なんだか腹が立つから行かないようになっちゃう。で、私が一番よく聞いてたのは、1960年代から70年代でしょ。そうすると、太夫だって、三味線弾きだって、人間国宝ゴロゴロいて、それでお互いにこう、弟子を交換したりして教えてましたからね。例えば、あの大阪に、日本東京に住んでる子が、野沢松之助っていう人間国宝のところに習いに来て、本当は大阪のこの弟子なんだけど、東京にいるんだからおいでって言って、それからある時は、この曲はね、あの女性の人なんか、すごく上手だから誰に言っておいでって、そんな感じでこうやってのを見てますからね。だから、いろいろこう不満が多いんですね。まあ、文楽もそうだった、文楽じゃなくて、義太夫節もそうだと思うんですけど、あの地唄の声の質が変わってきているというふうに思うんですね、ええ、昔ほどの声じゃなくてやっぱり、まあ、近代化されているか西洋化されているのか美化されている声じゃないでしょうか。そうですね、それはあるでしょう。でも、まあ、声ではまあしょうがないとして、うん、あのこれやっぱり気泡の問題だと思うんですけど、それぞれの流派が楽譜を出してますでしょ、はい、で他の流派の音を正しくないと思って、例えば宮城さんというのは日本で一番三曲の世界では楽譜を作った人ですよね。で詳細に書きましたよね。声も動きがすごく細かいんですもん。だから本人が歌ってる以上に多分細かいんじゃないかと思うんですけど、でそうすると宮城の譜面を使った人はあの譜面だけが地唄のオーセンティックな楽譜だと思っちゃうわけですよ。ところが実際には地唄ってのはいろんなやり方があるわけですね。そこの自由さがを演奏家たちが意識しなくなると大変まずい。例えばこういう話があって、大阪に菊原敦子さんっていう方がおられて、ちょっと前にお亡くなりになりましたね。100歳ぐらいで。ええ。で、菊原先生は若い頃宮城さんと演奏したんですって。何だったかな。ちょっと楽曲を忘れましたけど。そしたらね、同じだと思ったんですって。宮城さんのうちと自分のうちは。でそして今度宮城の弟子とやったんですって。そしたら、そこは二拍違うの、ここは小説で違うのってこう文句ばっかり言われるんです、そのお弟子さんから。だからね、何を意味するかっていうと、宮城さんっていうのは自分は譜面に取ってるんだけど、この曲については違ったバージョンがあるってことを頭の中に知ってたわけ。それで自分よりうんと若い木からの発光が演奏するんだったら、それに合わせて演奏したらいいと。で、そういうことが今できなくなってくる。それがやっぱり、その自由さがなくなる。それがやっぱり、楽譜が出てきたためにかえってダメですね。だからよその楽譜を参考にして比較すればいいんだけど、それはしないから。宮城道を、まあ、大きな流派でもあるんですね。あるからね。宮城の。そう、それから東京芸大では生田流って言ってもほとんど宮城だから、そういうところがやっぱり大きなんでしょうね。だから京都芸大が今度全然違う生田流を教えるんだれば、それはまた面白いんじゃないでしょうかね。で、まあ今はたくさん集まっていただいているので、もし誰かどなたからか質問あるいはトピックを提出したい方がいらっしゃればお願いしたいです。何でしょうか。特に作曲家のお二人もいらしているし、琴の作曲をされるお二人がいらしていますね。なんかコメントか質問にどなたでも結構ですけど、はい、どうぞ。
言いましてもここ数年のことっていうふうに申し上げねばならない。はい、最初に書きましたのは、20年ほど前ですけれども、たくさん書くようになりましたのはここ数年の形です。で、楽譜に関することで、例えばなんですけれども、おことで俗奏と、それから今、雅楽の楽譜で、大きく何て言うんでしょうか、異例が違うことっていうことに今すごく直面してるんですけれども、楽譜が今ない方がいいというふうにおっしゃったんですけれども、その宮城道夫の場合ですと、楽譜がなくていろいろに対応できるっていうことと、楽譜を表すことっていうふうなこと、によって何か現れる、大切なことみたいなことの間に徳村先生がお考えのことがありましたら、お聞きしたいなと思いまして、ご質問させていただきました。私、楽譜が不要って言ってるんじゃないんですけど、はい、楽譜がなければ非常に困りますよね。そうですね。記憶ができないですから。うまくですね。はい。で、昔の人で、例えば長唄を作曲する人なんかは、面倒くさいもんだったら自分がこう作りますよね。はい、そして一番記憶のいい若い子にそこまで覚えさせて、それからこうみんなに伝承するんですが、今はそれを明治以降は長唄の譜面と割に一般化したものが2種類もありますから、それでこう書いて配って、そして細かいことをそこで教えるわけですね。細かいことを教えるっていうところが重要だと思うんです。口頭で何ていうんですか、口頭伝承で伝えるわけですね。楽譜に書けないことはどんな楽譜でも、でその楽譜に書けないことを口頭で教えるっていう仕掛けがなくなっているのが現代邦楽なんですね。で、伝統音楽の場合は楽譜持ってさらってきたって、本当は先生が「ああそこそんな音じゃなくて」って「ここ弾んで」ってこういちいち言うわけですよ、はい、それが生きているものにするんですが、現代邦楽の場合は5000ができたからいいやってんで、そのまま弾いてる人がいるんですよね。でとってもつまんないんですよね。フレージングも分かんなくて何も分かんない。だから僕は特に杵屋製法っていうのが割りなきゃよかったんで、製法の曲を今みんなが弾いてる時と、なんか製法さんがかわいそうになってる。なんだここでこういうふうにつまんが弾くんだ、なんでここでこの音で弾くんだと、聖保さんだったら怒ったのなんと思っていっぱい、もっと若いの藤井凡台の曲でも一回頼まれて見たんですが、あんまりにもひどいんで、だって書いたのかなってこういうわけですよね、冗談じゃない。でそれが同じことが今起こってましてね、はい、木原ハチ子さんが野川流の三味線組歌を白水社から譜面にしてるんですよ。それだけ弾いてるんですよね。でそれはダメなんですよね、うまくいく。それからもっと基本的なことを言うと、おことの場合ですね、長弁がちゃんとできる人が日本にあんまりいないんじゃないでしょうか。なるほど。平拍子の長弁というのはピッチが合ってないですよ、信用すれば。それから誰かが直してあげるから本番舞台に行きますよ、弾いてる人緩みますよね。そしたらその直さないままで弾いてる人多いんじゃないですか。 CD になってそうですよ。なんでこの CD ダメなんですかって言ったら、いやこの人6段弾いてるんだけど、この6の音を直してないじゃないですか、何を直してないじゃないですかって言わなきゃいけないこといっぱいですもん。だから私の見るところ、おことがちゃんと長弁できる人っていうのは日本では本当に10人ぐらいかなっていう気がするんです。それは耳の違ってきたせいですか。違います、守備一貫性がない。耳が違うんじゃなくて、耳が違うのしょうがないですよ。全球体の日本の音の感覚と西洋音楽、いやいや、そういうことじゃなくて全然、例えばそれはある意味でこうですよ。もう死んじゃったけど、米川文子って初代のがいて、その人はね、米川金王っていう妹なんだけど、金王と自分を再化する、区別をするために独自の長弦を考えたんですよ。半音がめちゃくちゃ狭いの。で、そういうのが、だからそれはそれでいいですよ、守備一貫してれば。だけどそういうもんじゃなくて、最初に合わせた時からちゃんと合ってない、それからその時に弾いてるうちに来るのを直さない、それが守備一貫性がない、コーヒーアレンジがない、そういうですね。だからそれがやっぱり奏曲の今問題点だっていうもん。だから楽譜をお使いになってご説明なさって、それをいい演奏家に演奏させれば私はとってもいいと思うんですけど、もう一つトピックをさせていただきたいんですけれども、韓国の、伝統音楽とも実は創作を活動しているんですけれども、でその時にその韓国の、
伝統じゃなくて現代も活動することがございまして、でそうなりますとすごく日本人でが演奏することと韓国人が大事にすることっていうのがすごく違うっていうことがよく分かりまして、正確に楽譜に忠実になろうとする日本側と、それからどんなふうにその城主といいますか形が現れるかっていうことを一番大事にするっていう韓国人側 の演奏の大きな違いっていうのが譜面の作成にもすごく大きく関与してるなというふうに最近すごく思うようになりました。でまだその今考えていることっていうのはその今、同時にその一緒にやりながらそういうふうに変化をしているところなんですけれども、その先ほどの、マークですか、方角において大枠は大体がものきちんと書かれてるんですけれども、でそれの中でお互いに共有するものをするという考え方と、それからグローバリズムじゃないんですけれど、クラシックの楽譜のその書き方っていうのがすごく例えば民謡ですね、日本の民謡とかを書く作図の方法がなかなか私にとっては難しいというふうに思いました。で作品で、つまり追い分け節的なものを全然知らなかったんですけれども、その曲をオーケストレーションするときに縦の、マークっていうものを一切なくすっていう風な作図をやってみたんですけれども、縦のマークっていうのはその要するに小節性のマークをなくし、そしてお互いに自律的にそのできる、構造っていうものを作って、それを5つの音ペンタトニックで、しかもこの形だと、何々の形だなっていうことが分かったので、そういうことをやったんですけれども、実に何かその最初の楽譜を元にして勉強してきたものをお互いにレッスンするというのが難しい場所なんだなと、そこがなかなか絶対的な楽譜の書き方との間に差があって考えることがいっぱいありました。でその先ほどもお聞きしましたエリザベス・ピッケンの、エリザベス・ピッケンですか、ローレンス・ピッケンですね、はい、の、研究を聞かせていただいたときに、こんな風に自分だと作図ができるっていう風なものすごい大きな幅っていうのが例えば、東西の人間国によって違う、あるいは人種的なことみたいなことが、どれぐらい広がっているのか、もし先生がご存知でしたらお聞きしたいなと思いまして、はい、いやこれ難しいところなんです、ね、最後の質問がちょっとなかなかあるんですけども、はい、でも今おっしゃった感じのご苦労はよくわかります、はい、ルネサンスの譜面を今五線譜に直すときに小節線を書いてしまうと横のつながりが悪いから、だけどどこを歌ってるかわかんないといけないから、バンチをつけるような意味でこう縦の線をちょっとこう入れることがありますよね、はい、それはね僕はいいと思うんですよ、お互いにどこで合わせるんだっていうのがわかる。それから中尾登山っていう尺八の人ご存知ですか、中尾登山、登山中、初代の登山、中尾登山が譜面を作るときに彼は洋楽の影響を受けたので、大抵の曲は4分の4って書いてあるんですよ。それで4拍ずつこう小説線を書いた。ところがね、全く意味がない小説線なんですよ、すみませんと。それはね、番地を示してるだけだ。そこで切ってね、そこで次に出てくるのが脅迫だなんて言ったらね、登山流の本曲は全く意味がなくなっちゃうんですよ。登山はね、あと別の区切りを書いてるんですよね。はい、そのアドレスというか、そのアドレスフレーズとの違いが、いくつもの意味が重なって、東西の楽譜のやり方ですごくそれが重なってもものすごく難しいんだなってことが今なんていうのか、毎日の近畿の問題になっております。ですからそのアドレスを示すために小説線やってるのを小説線と思っちゃいけないんですよ、はい、いけないんですね。そういうところがとても、だから登山流の本曲の演奏が よくなくなって、また批判になるけど、それはその譜面の読み違いなんです、私に言わせればね。で韓国ではホアン・ビョンギーっていう作曲家がいまして、はい、私の仲良しなんですが、ホアン・ビョンギーもやっぱりそういう柔軟な考え方でいかにそれをやるかということを言ってます。しかしホアン・ビョンギーは一方では自分がやったカヤブム三条で借りしますね、カヤブム三条の時はチャンゴが入らなきゃいけないし、チャンゴが下手だとどうしようもない、
文句ばっかり言ってます、シャングリラ。恐ろしいぐらい文句言ってます。だから、ファン・ビョンギにあなたの海軍参上をやってもらうとき、日本にはあなたに会うだけのチャンゴの演奏家はいないって言ったんです。言葉、そう言ってで電話したんですね。そしたら、ファン・ビョンギが分かった。じゃあ自分がチャンゴだ。で、自分の弟子が自分の弟子だ。それだったらいいか。それだったら私も基本安心、安全だからそれでいいって言いましたけど、そこなんかもやっぱり、いかに表現するか、形を作るかっていうことの厳しさと柔軟さの表れだと思うんですが、いかがでしょうか。はい、それをできるだけその楽譜を元にして再現するときに、もちろん自分が演奏することっていうのが全部そこの中に入ってやってはいるんですけれども、特にそのできうる限りシンプルで、できうる限り構造的なものっていうふうなファンクションっていうか、そういうものがこう捕まえられながら徐々にこう一つずつつながって、アドレスがつながっていくみたいなことが広がればいいなというふうに毎日思ってるんですけれども、なかなかその大きな時間っていうのはなかなか難しいなと、例えばこう、一番大きくなってしまえばワーグナーのドラマみたいなところまで巨大化すると思うんですけれど、小さいドラマであっても構造化するみたいなことを毎日その自分の体を使ってやるということがすごく大事なんだなと思っております。先生ありがとうございました。ありがとうございます。では、ほぼ時間になってしまいましたので、ここで締めくくりをさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。皆様ありがとうございます。じゃあこれが活字になって次は公開講座で中丸の次郎先生も、中丸先生はこの5日と21日、11月のシンポジウムと公開講座やりますので、ぜひ。